はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、皆さんは、恐竜サンドラというデッキをご存知でしょうか？これね、昔ね、なんか、サンダードラゴンが、登場した当初はね、結構流行ってたんですよね。もう今やね、全然見なくなりましたけども、サンダードラゴン純の方が、なんか強いということがバレて、サンダードラゴンと恐竜混ぜる人あんまいなくなったけども、僕はね、OCG のパックが登場した当初、まあ、サンダードラゴンパックめっちゃ向いたんですよ。レビオニアが欲しくて、なんかめっちゃ向いたんですけども、このね、サンダードラゴンデッキと相性がすごくいいのは、この究極進化薬っていうカードなんですよね。これすげえ相性良くて、これ自分の手札墓地から恐竜族と恐竜族以外のモンスターを1体ずつ除外すると、なんか手札デッキからレベル7以上の恐竜を出せるっていう効果がありまして、召喚条件無視って。まあ、これで、例えば、アルティメットコンダクタテレナとか、あと、ま、ダイナリスラーパンクラトップスとか、オーバーテックスゴアトロスが、ま、出してこれるっていうのは恐竜デッキが好きな方であれば、まあ、よくご存知かなと思うんですけども、ここのコストに、雷獣とか、雷電とかを使うと、宇宙が起きるんですよ。その、まあ、恐竜を出しながら、超雷が立ったり、雷神が立ったりするんで、結構ね、ここと相性がいいんだよね。だからこれを今回は使いたくて、まあ、恐竜と、混ぜた、もう、太古から伝わりし最強デッキ、恐竜サンドラを組んできました。見ていただいてわかる通り、その、現代遊戯王って結構ね、意外と強いカード結構アップあるじゃないですか。フュージョンデスティニーとか、まあ、今回この、リミット書いてね、フュージョンデスティニーリミット1になったりしてるし、ディバインガイが気になったりしたんですけども、あ、ごめんなさい、対戦中はね、ディバインガイが入ってるかもしれない。対戦動画自体は、もう、改定前に、撮影が終わってたデッキなので、ちょっと、内容若干違うかもしれないですけど、これは許してください。で、その、出張パーツとか、あと、ハリアドンギミックの方がやっぱ強いので、通ると。なので、これを入れた結果、デッキがパンパンになりまして、なんと46枚っていう。まあ、これでも結構削った方、最初なんか作ったら50枚ぐらいあって、なんか、頑張って削った方なんだよね。一応。非常にですね、枠が厳しいデッキとなっているんですが、頑張るとガチでやばい展開が起きて、そのデスフェに、超雷、シャルル、サベージ、で、次のターンのゴッドフェネックスサーチしてるみたいな動きで、さらに1ハンデス入ってるみたいな。すごいことが起きるので、ちょっとこれは動画を見ていただくしかないですね。で、基本的に初動カードは、まあ、ロビラフターと、まあ、あとはミセラサウルスあたりですね。で、これをまあ、サーチしてくる、化石調査あたりをまあ、ガン詰めしていて、で、化石調査とかと、ロビラフター、ミセラサウルスあたりで、ハリファイバーからのラドンっていう展開をして、で、さらに、究極進化薬があれば、雷電流とか、雷獣流を除外して、恐竜出しながら、超雷流も出るよ、みたいな感じの動きになっています。で、ギミックとしてはですね、ラドンギミックで何するかっていうと、シャレルとサベージを立てます、これ。これね、結構やっぱ、今、話題になっているし、非常に強いギミックで、1枚ハンデスをしながら、妨害が2枚立てれるっていう、で、しかも後続が確保できるっていうのが超強い、動きになっていますんで、まあ、この辺のギミックも入れたら、46枚やっちゃったんだけども、デッキ枚数が多いのはご容赦いただいて、まあ、意外と回るんで、意外と、はい、結構勝てましたよ。割と、もう最大5連勝くらいはできたので、なんか普通に強いデッキだとあると思う。ちょっと誘発少ないけどね。まあ、だから先行取って頑張りましょう。高校はプレミ、デュエル、スタンバイ。これめちゃくちゃ懐かしいんだよな。俺サンドラは普通に恐竜とマジで使ってた記憶あるんだよね。まあ、ちょっと作ってみたらさ、なんか今デスペニパーツとかさ、なんかいろいろ強そうなパーツ混ざってて、ハリアドンとかがなんかいろいろなんか来てたからさ、なんかデッキのなんか枚数パンパンになっててやばいんだよね今。ガチでやばくて今デッキ枠パンパンなのよね。なんか今現状デッキ46枚くらいあってんだけどさ、これなんかすごい枚数になりそうだわ。最終的に。なんもねえな、相手。なるほど。ちょっとミステラサウルスの方が通るな、これ。じゃあ。なんもねえの甘いじゃねえか。なんもねえの、うわ、さすがにあれだぞ。世界終わるぞ。さあ、とりあえずですね、サンダードラゴンと、ジュラックアウルドでリンク召喚と。このね、サンダードラゴンをね、リンクさんにする動き、めちゃくちゃ強いですよね。で、ハリーファイバーをリンク召喚し、ハリーファイバーの方がチェーン1。チェーンにサンダードラゴンの効果と、でサンダードラゴン効果で、サンダードラゴンカードを1枚手札に加えるという効果と、ハリファイバーでチューナーが持ってくれるという効果で、これ取り持ってくる。で、ハリファイバーの効果で、ジェットシンクロを持ってくる。まあ、ここね、文房具001でもいいかなと思うんだけども、まあ、封印の護衛室から入ってる場合はね、ネメシスコリドの、一応コストがあるから、たまにね、除外ゾーンにカードないときあるんですよ。で、アウロドンの効果発動で、トークンバチコルト出していく。これ
あれですよね、確か前世紀のさ恐竜サンダーの時なんてこのムーブなかったよな。あったっけ、ラドンなんて来てなかったよね。ラドンあったら来てる、使ってるはずだから。でもなかったから、でもね、次世代の恐竜サンダーみたいになってると思うわ。俺が使ってた時はなかった、少なくともこの動きは。普通になんか雷サマーとか出したもん懐かしくない、雷サマーとかさ、なんかインスタントフュージョンでなんかだっけ、雷神の怒りみたいなやつ出したもん。恐竜のいいところはあれですよね、究極進化薬があるんで、まあサンダードラゴンで除外した時にアドバンテージがやばいっていうことなんですけども、まあこれはあんまり関係ないですね。今究極進化薬来てないですし、まあサンダラを除外する動きもできないので、まあルイキューピット出して、でルイキューピット効果発動してレベルを上げていく。今一旦ちょっとローランを出しまして、これあれですね、いわゆるハンデスするシャルルパターン、シャルルサベージのパターンね。これなんか確かね、あれデュエルスカップの時になんかハミルトンさんが使ってたらしくて、でなんか結構強いと言われてるらしい今巷では。うん、なんかハンデスして相手のなんかそのラーの玉とかアラバゴとかそういうカードを抜いたりとか、ライトニングストームとかね、そういうカードを抜いたりとかできるのが強いらしい。はい、まあ、その、まあ、ギミックをちょっと私も採用させていただきまして、でサベージの効果を使って、で装備だね。でルイキューピット効果でコリドを持ってくると。これ普通だったら超雷竜行くと思うんですけども、まあ超雷竜どうせ出るんで、雷鳥竜いるからね。なのでネメシスコリドで、まあとりあえず何戻してもまあいいけど、ジェットシンクロ戻して、まあ、ミスなのかいか、ミスラ戻して、で特殊召喚して、はい、ほんでシャレル出して、ここ54でシャレル結構おしゃれだよなこれな。でシャルル、はい、キュッ、まあ、今のところサンダルも全然考えないけど、まあ出すから一応。でローラン OK で、雷鳥竜サンダードラゴンの効果を発動。雷鳥竜サンダードラゴンの効果によってサンダードラゴンを特殊召喚して、でサンダードラゴン1体でインチキ融合してこれ何回考えてもこの融合おかしくないですか。意味わからないですけどこれね、この融合の方法、融合とはみたいな、融合ってなんだっけってなってるけどな。エンド、はい、これでヌスットの煙玉を落としながら、ゴッドフェニックスギャグルド持ってきて次のアタッカーを用意しながら、シャルルにヌスットの煙玉を装備して、でシャルルでヌスの煙を叩き割って相手のハンドを見ていく。さっきのデッキは何かな、何デッキかな。ああ、そういうデッキね、マシンナーズね。まあ、とりあえずこれ一滴抜いたら何もできないこれね、一滴抜いたら何もできない。マシンナーズリフォーメーションみたいなカードは、リフォーメーションだっけ、なんかサーチするやつは超雷竜で封じてて、でルインフォース君は出てこれなくて、相手らも何もできないですよこれ相手おそらく何一つ、あ、無限応用、何やるじゃん、無限応用ね、なるほど、無限応用、まあでもこれ無効にすればいいからまあ超雷竜の効果を無効にしてこようとするか、それを無効にするため結局サーチは入らない、なのでマシンナーズが持ってこれないと。大丈夫、息してる、これハンドツイミンのやっぱ強えな、これ天才だな、このなんかこれを しようとデュエルスカップでやろうと思ったハミルトンさん天才じゃねえ、これはね、させ強いね、ヘビーフォワードで発動時の効果処理で無限起動を手札に加えることができない。で癖カードは多分おそらく、まあなんか謎の魔法カードだと思いますけども、一応シャルルで割っていきますか。はい、でシャルル君の効果発動して、一応まあ癖カード、まあ癖カードはあれだと思いますけどね、そうこれね、あ、リフォーメーションになってるか、マシンナーズリフォーメーション、これ手札を一番捨てるとデッキからマシンナーズ2体を手札に加えるって効果なんだけども、まあ、当たり前に無効になっていると、超雷竜の効果で、でヌスットの煙玉を装備しておいて、であとはまあ普通に、神の不死鳥を出してぶん殴って感じか、バリ強いこのデッキ次のさ、なんかアタッカーも用意できるのやばいな、なんか大暴れしてるけど大丈夫かなこれまあだよな、わかるわ気持ち、ああま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 あ、これは結
構良さげなハンドな気がするんだが、これ通るなんて意味ねえか。化石調査発動、通る。なるほど、化石調査、玉食いオビラプターを持ってくるやつで、玉食いオビラプター召喚。ここはですね、ミセラじゃないといけないですね。ミセラサウルス持ってきて、で恐竜が、効果を受けない状態にしておきながらの、意外とね、このねミセラサウルスの効果、意外と知らない人多くてね、結構そのミセラの打った後に恐竜に無限砲を打ってきたりとかあるんですよ。ミセラサウルスの効果ってメインフェーズ中に一切恐竜が効果を受けなくなるっていう効果なんですよね。なのでミスラサス撃たれたら恐竜じゃないところに撃ってください。なんか無限保養とかあったらエフェクトベイラーとかで、このハリファイバーとかに撃ってたら大丈夫。まあ通りそうだろこれね。ダラ通り、ダラ通りおじさん来た。でジェットシンクロンを特殊感、手形が出てくるの弱いなこれ。でハリファイバーからのアウラドンっていう最強のムーブ、これマスターデュエル禁止になんねえのかな。なんか今回の改定でさ、別にハリファイバーも ラドンもいかなかったじゃん。まあ転用者がなんか本当に無傷みたいなね、リビットリゲーションだったと思うんですけども、これもしかしたらマスターデュエルではハリファイバーを生き残らして、マスターではハリアドンが一生できますよみたいな運営にしていくのかもしれないね。マスターと OCG の違い、結構さディバインガイのさ規制とかもなんかちょっと若干その OCG と違う規制になってるわけじゃないですか。なんかちょっとあれですよね、工夫が見れますよね、運営の。なんかちょっと OCG とマスターは違うような制限にして、使えるカードをちょっと違うようにして、その OCG でもマスターデュエルでもなんかちょっと独自のね、なんかその楽しみ方ができるようになんかしたいみたいなね。まあちょっとわかんないけど、ここまで考えてるかは。わかんないけど、でもそんな感じの、なんか雰囲気を感じているけど、私は。さあ、とりあえず、ジェットシンクロン効果発動していく。まあここは一旦もういらないんで、オーバーテックス、墓地を食って、特殊召喚していく。これ究極進化薬があるんで、究極進化薬も使えて、オーバーテックス出せますね。ま、オーバーテックスか、なんだっけ、あいつかは迷いどころだけども、究極、電動、アルティメットコンダクターティラノかはね、まあ、ちょっと迷いどころだけれども、まあ、多分ね、アルティメットコンダクターよりはね、オーバーテックスの方が今この環境強いかなっていう勇者が多いから、まあ、デッキ見てからね、なんかその、究極進化打てればいいんだけど、ちょっと、エンドフェーズなんでね、どうしても、シャルルの、ヌスッドを破壊する効果が。で、バレルロード、サベージュラゴンの効果を発動して、まあ、とりあえず、まあ、装備カード装備していく。オッケー。で、ルイキューピットの効果によって、バーン与えながら、ネメシスコリドを持ってくる。オッケー。で、ネメシスコリドの効果と。ネメシスコリドの効果によって、ジェットシンクロンをデッキに戻しながら、自身を特殊召喚していく。ほい。で、レベル4のネメシスコリドにレベル5のローランをチューニング。まあ、超ライリュウやこっちの方が強いでしょ。シャルルを出していく。ここもハンデスが素晴らしいですよね。そしてシャルル君がハンデスも破壊もフリチェの破壊も飛ばせるのがね、とてもね妨害として優秀、あまりに優秀で、究極進化薬ぶち込んでいく。でオーバーテクスト、まあ、これ何でもいいけどルイキューピット除外して、まあ、オーバーテクスですね。ここはさすがに魔法トラップ向こうの方が強いでしょう。 OK。で、エンドフェイズ入って、さあ、エンドフェイズ。ヌスッドの煙玉の効果発動。で、ゴッドフェニックス持ってきて、ヌスッドの煙玉の効果っていうか、ローランの効果発動。ヌスッド持ってきて、で、シャレルにヌスッドを装備する。ほい。よいしょ。で、効果発動。さあ、お前のデッキを見せろ。お前のデッキを見せろ。さあ、てめえのデッキはなんだ。あ。うわぁ、イベルツインか。なるほど。いやまあこれはさすがに一滴か。じゃあ一滴、なるほどね、一滴、モンスターモンスターライスと一滴、なんか持ってくる魔法、了解。まあ、ってことはライスとも止めれば相手そんなにやばいことは起きないでしょ。ちょ、妨害してもちょっと足んねえか。魔法無効にして、まあ、ここ多分ライスと打ってくるよね。ライスと打ってきてライスと無効にする。で、相手のモンスター召喚に効果無効にしてシャルル打開するかな。ライトニングストーム OK。ライトニングストーム OK。ライトニングストーム無効、オーバーテックスゴアトルス効果。ただゴアトルス効果によって、自分を爆破しながら魔法トラップカードの効果無効にし、で、ゴアトルス君の効果で自分が爆破されたので、こいつ効果で墓地を送られると、
デッキから究極進化が持ってこれるんで、オーバーテックスゴータスのここにあって、これ次のね、次のアタッカーもまた用意できると。これ素晴らしいですよね、この後続化能力。そしてシャレル君の効果と、サーベイジが残ってるから、これ詰めてみるみたいな感じになるからさ、結構まあ1枚のドローがちょっと若干不確定ではあるけどね、相手の。サベージで1回向こうあるんで、まあ、パスフレーズは、どうでもいい。これは正直どうでもいい。これはどうでもよくて、ここは向こうにしたところで結局出てくるから、あんまり向こう、関係なくて。で、出してきた、モンスター向こうにしたらいいんじゃないかな。ライブツインの。で、そこで止まってくれたら嬉しいな。で、キスキル召喚してキスキル効果でしょ。で、キスキルリーダー持ってく、持ってくる。ここを向こうにしたらいいんじゃない。ここを向こうにしてさ、でさ、あれじゃねえか。まあ、2体並べられても別に、選んで破壊が飛ばせるんで、シャレル君が。だから、選んで破壊したら多分相手展開戸惑うんだよな。別に、もう1体出すのも別にいいや。許してももはや。言うてもはや大丈夫。多分ね、出てきた、選んで破壊して、聞いてないよ。何サンダーボルトっていつ引いたんだよ。デッキトップか、やばい。ちょっと待ってくれ。うわ、やった。うわー、これシャレル使ってくれやったか。てかシャレル使ってもよかったな、別に。相手イビルツインないとイビルツイン展開できないもんな。やばいな、これ普通に。サンダーボルトって、いや、これシャレルで破壊しようかったっすよ、多分今俺。いや、これトレード持ってこられるとキスキの横に並べられるんですよね。いやー、これ境だったか。シャレルの効果で多分前破壊した方が良かったな。そしたら多分相手召喚権余ってないから展開できなくて死んでた気がするな。一応イベルツインって魔法カードでデッキからイベルツインモンスター持ってこれるよっていう効果あるのやつあるんだけど、それが今手札にないこと分かってたので、分かってなかったか別に。でも1枚で、あのデッキトップ来たかもしれないしな。いや、全部裏面あるぞ。全部裏面はあるけど、ただサンダーボルトとかよりやばすぎる裏目は聞いてない。ライストサンボル行ってきて、これだって高校まくり用イビルツインか。そんなに高校用カード入ってるもんなの、イビルツインって。まあ、枠はそこそこで、まあでも確保できるから、まあ入っててもおかしくはないが、さすがに入りすぎねえわ高校まくりカード。やばい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 。普通にやべえ、普通にやべえ。で、リーラーからの、キスキルで、まあここはあれですね、トラブルサニーまでは、まあ、着地見えてるんで、トラブルサニーをなんとかして、まあ、デッキトップ破壊が強いね、一番。多分、デッキトップ破壊が一番強い。で、デッキトップ破壊を引いて、で、相手のトラブルサニーを除外して、で、超進化と、ゴッドフェニックスでビートするのが一番強そう。頼む！ちょっと、もう、破壊が来てくれ。トラブルサニー OK。3300ビートと1100が通って、で次トラブル3人に変身してエンドでしょ。まあ、そこまではいいわ。 OK、 バトルフェイズね。サンダーボルトは強すぎでしょ。デッキトップハンデスの意味ないんだけど。ハンド見て詰めデュエルしたかったのに、なんかプレイングガバガバすぎて、サンダーボルト、まあ、もうガバガバでもないのかな、ちょっとガバガバなのかな、ちょっとわかりませんね。まあ普通に言っても、シャレルで破壊しとけばよかった説はある。はい。で、大変身して、でさらに1100をぶち込んで、私のライフはもうほぼ虫の息といったところ、2200通るから2500になるんですね。了解です。まあ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 受け入れますよ。そこの現実は、この現実はまだ受け入れますよ。言うて後続確保はできてるんでね、こっちは。オーバーテクスとローランで、まあ、2体モンスターが並ぶの確定してるんで、意外とこのデッキ形成能力もそこそこ高いというね話がありましてね。はい。で、キスキルフロストも出てくると、いやー、これあれだったな、前のモンスターぶっ壊しとけばよかったな。キスキルフロストのキスキルだったもんね。いやー、これミスったな。これなんか視聴者に怒られそう、これ。トラブルサニー、オッケー。トラブルサニーで大変身して、で相手ターンにドローと破壊が飛ばせるようにはしていく。うわ、一癖も怖いが、ライトニングストーム、さっき知ってたんでライトニングストームではない。あと何残ってたっけ、何残ってたか忘れたな。サンダーも大したことじゃなかった気がする。で、サンダードラゴン来た。あ、これサンダードラゴンも強いね。いや、さすがにサンダードラゴンも強い。これね、
これ究極進化薬とサンダードラゴン揃った時めっちゃ強くて、これ一回究極進化薬で踏みに行くしかないか。ゴッドリックスは残しておきたいので、究極進化薬を使って、オーバーテックスと、ここで、まあ、墓地のカードを除外できますけど、ここで手札から雷電竜を除外すると、普通にサンダードラゴンの効果が発動できるんで、まあ、これがね、イニシエより伝わるし最強のコンボですよ。サンダードラゴンとモノトモ恐竜を除外して究極進化薬打って、サンダードラゴンの効果を起動していくっていうスタイルね。これアルコンか。アルコンやな。打点的に抜かれてるので、これで、ぶん殴りに行くよみたいな構えして、で、相手の効果使わせてみたいなことできるから。はい。で、200番ね。これ200番痛いの、結構。これ200番結構痛い。意外とバカになんない。で、雷電流効果すると、で、雷電流効果で、サンダードラゴンカードうちに持ってこれるんで、これで、まあ、鳥からか持ってきるんじゃない。これ、相手多分、もうそこで打ってくる。なるほど。まあ、でも、アルコン、まあ、ここは打ってもいいみたいな。アルコンでさ、なんかぶん殴りに行けるから、どっちにしてもトラブルサニーはどっから逃げなきゃいけないんですよね。で、トラブルサニーの墓地効果あるんで、相手ターンに1枚、墓地送りが飛んできて、いやだからモンスター消せばいけると思うんだよな。あのデッキでイビルツインキスキルからのリーラーで1枚ドロー1枚破壊が飛んでくるが、デッキから手札に加えるのはとりあえず鳥を持ってくる。いやいいぞ、遊戯王だな。これはなかなか遊戯王してるぞ。いやこのねイビルツインってねすごくいいデッキでね、こうやってねなんか遊戯王を差し切るからすごいね、デュエルしてて楽しいんだよね。割とこのデッキ結構強い普通に。さあキスキル効果、まあ、かなりちょっと選択肢多くてプレイングむずいんだけどね。これ裏側シム表示にならないから、一応これ効果をする必要はなくて、でアルコンが破壊されて、でこれで妨害は一応見えてる妨害はない、見えてる妨害は今の盤面ではないけど、まあ、1枚ドローとその1フスが何かっていう話になる。で一応雷鳥竜サンダードラゴンの効果を使って、雷電竜を特殊化していく。でいてこれ200番いてえな200番いてえな、これなめてると死ぬな。これ200番でなんかあるね。なんだろうな、無限法要とかだとちょっとめんどくさいけど、まあでも効果無効でも一応打点で上回ってるからなんとかなんか。はい。で、超雷竜が出てくる。で、これで、相手はデッキからカードを手札に加えることができない。で、ゴッフェに出して、相手のモンスターパクリだからぶん殴れば一応全面処理はできるね。全面処理はできる。これ、ディバインガイムは召喚かな、これ。攻撃、パクリ、ライフ詰めとくか。ディバインガイ出す説あるな、これ結構。ライブツイン、トラブルサーンを破壊できるしな。ディバインガイの隠された効果、これはあれですね、相手のカードを破壊しながらぶん殴れるっていう最強効果がありまして、で、まあ、とりあえずローランの効果を使ってフェニックスに装備したいんだけど、何かありますか。まあ、モンスター効果は一回これで無効できますね。まあ、今あんまモンスター効果は多分発動されることないと思うけど、まあ、このローランがね無限供給機関になってましてね、ローランを無限にゴッドフェイクスに装備していくことによって、相手の痛い、もう1500だライフ、やばい、これバカになんねんだよこれ200番で。これで全員でぶん殴るしかねえか。バトル、まずディバインガイの効果発動、隠された効果により魔法カードを破壊し、お前のライフに500ポイントの大ダメージこの隠された効果実は結構強いっていうね。さあでこいつさ普通に効果モリモリで意外と強いな。ディバインガイ2ドロー効果もあって、しかも500万もあって普通強くねえこいつ、やばで、ですね、まあ、ゴッドフェニックスぶん殴るときに横のやつパクれば大丈夫だね。横のやつパクって、これさ、ゴッドフェニックスがさ、殴るときにさ、自分の効果を無効にしようとするのマジで怖いよね。俺、これ暴発したこと何回かあって、これめちゃくちゃ怖いんだよね。その、毎回なんかするわけない発動の、なんかその、こと聞いてくるから、マジでやばいよな。これワンドローな、オッケー。ワンドローはまあいいわ。これはまあ別にいい。それはまあ、一回無効にはせずに置いておいて、まあそれは別にどうでもよくて。いや、まあここで使うわけいかないか。いや、でもこれ永続だな。永続になさ下がんだこれ。ターンしろじゃないんだ俺。あー、じゃあ無効にしなきゃいけないか。まあでも2枚あるしね。2枚あるからまあ。で、ローランを外しといて、
まあ、またフルチェで作れるようにしとけば、一応ディバインガイにも装備できるから、これで一応打点2100みたいなもんなので、まあまあそんな簡単には2100だったら3300で殴られてもバジもんね。でこれ2600ダイレクト、オッケー。いやまあ一応返してたんじゃない、これ遊戯王してるでしょだいぶ。ちょっとなんかプレイがむずくて、割と実況になってるか実況回数になってるかって言われると、ちょっとなんか怪しいところあるかもしれないけども、トラブルサニーのね効果が一応墓地送りなんで、あれをゴッドフェネックスで止めらないといけなくて、いやでも意外と相手も意外とリソース残ってる。やっぱそのキスケルのドローが強いわ、やっぱなんだかんだなんか返される可能性は全然ある。うわ強えでも打たなかったんださっき、なるほど、さっき打たなかったんだ、さっき打たなかったのは偉いですね。なるほど、まあでもダメージ出ないもんな相手の効果、あのゴッドメンクの効果、無限攻撃を打てねえな。ああそれ装備外れるんだ、なるほど。いやこれはやばいですね、これ非常にまずいですよこれ。墓地に送られる効果がサニーであって、一番初動があると返されますね、これ普通に。これかなりやばいですねこれやばい、こっから返されるやつある、マジ。さあモンスター効果は一回無効になっているため、ゴッドフェネックスさんの棒立ちが、ゴッドフェネックスさんと何でしたっけ、ディバインガイの棒立ちがある。でトラブルさんを発動して、えっ、あ無限砲を撃ってるそこで、やったあれやっちまったんじゃないですか、それやっちゃったんじゃない、それやっちゃったんじゃない、これもしかしてあれか、奇跡起きたか、これ相手のプレミで勝つやつか、これあるんですよね、無限砲を撃ったなんか列で魔法カード撃っちゃうやつ。これサーチできんかったら展開できないやつある、もしかして。奇跡起きろ、奇跡起きろ、諦めろ、もうサレンダーしろ、サレンダーしろ、やったなんかありがとう無限砲よ。はい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 、何もないのでご自由にどうぞといったところ。ディアスケール召喚、あー世界終わったくせー世界終わったくせー、世界が終わった匂いがする。ガチヤマソリティア始まってるぞこれ、だいぶ長そうだぞこれ。ちょっとトイレ行ってきていいか、あまりにも長えなこれいつまで回してるんすか、僕今一回トイレ行ってなんかクソして帰ってきたんですけど、全然終わってなそうなんですけど、俺クソやべえなこいつ、トレジャーパーだとかいう劇的にやべえもんされてんじゃん、やばすぎる、クソやばいねこれ。4体でダランベルシアン、やばい、その前にこいつがやばい、手をつなぐ街とかいう意味だからもうこれあれじゃチーム太陽がさ、なんかズシンもなんか育ててる時に使ってたカードですよねこれね。バトルマニア、何バトルマニアだと。スカルデッドからのレスキューフェレット、はいはい。で手をつなぐ魔人くんがフィールド上の守備表示モンスターの元々主力の合計分守備力アップすると、なるほど、はい。でわけわからないモンスターがいっぱい出てくるレスキューフェレットの方によって、まあ、レスキューフェレットはソリティアの友ですからね、あのスカルデッドレスキューフェレットはもう何やってもいいですから、これは何やっても強いサイファースカウター、どういうこと。ガーデンブラックガーデンの効果によって、俺のフェーズ上にトークンがめっちゃ生まれる、まあ、トークンはなんとかリンクサーに変えればなんとかなりそうですけどね。これなんか先行暗記かなんかしてくんのかな。ああブラックガーデンの効果はもう発動できないぞ。交渉儀式率、何交渉儀式、さっきブルーアイズ食わせたからな、ブルーアイズをリリースするのか、なるほど、ブルーアイズをリリースして、アモルファクターまずい、アモルファクターまずいですよ。こいつは次のメインフェーズ一応スキップしてくるカード、これターンスキップ的か、なんだこの最強盤面、なんかでもあんま強くなさそう、ただなんかトークン邪魔。バトルマニア、相手のスタンバイフェーズ、相手フェーズ上表が表示モンスター全て攻撃表示になり、このターン表示形式変更できず、このターン攻撃キャラの場合には攻撃しなければならない、なるほど。これ僕はバトルフェーズ、攻撃しなければならない、あれこれもしかしてあれか、ここ何もしてないぞ、手をつなぐ魔人にしか攻撃できない、まずい、
まずいまずい、これは手をつなげ魔人に自爆特攻をさせるとかいうカスデッキ。えなんかったこれ、俺自分が自爆特攻しないとこれもしかしてターン終了できない。え、すごい、このデッキ天才やんけ。もうちょっとそのデッキ教えてくれ。